ジョージ・ヘンリー・バーンズは、アメリカ合衆国をイオ州、ナイルズ出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。ニックネームは、チオが、ジョージ。1926年のアメリカンリーグ、最優秀選手で、シーズン2リーダー数のリーグ記録を持っていた。メジャーリーグ史上初めて、一塁種による一人、トリプルプレーを完成させた選手でもある。 1914年にデトロイトタイガースに入団、1年目から137試合に出場し、291の打率を残す一方、リーグ最多の12もの死球を記録する。タイガースで4シーズン生一類種として出場した後、1918年にヤンキースを経由してアスレチックスへ移籍する。この年バーンズは打撃面で活躍し、 リーグ最多の178アンダーと打率3 5 2人の数字を残したが3シーズン目の1920年にはアスレチックスから再びトレードされインディアンズに移るインディアンズでは控えの一塁手だったが1920年のワールドシリーズに先発出場をした時は第6戦でタイムリー二塁打を放つ活躍をしチームのシリーズ制覇に貢献した この年インディアンズでは、レイチャップマンが頭部への支給が元で多界する事故が起き、後釜にルーキーのジョー・シーウェルが抜擢されたが、バーンズはチームに入団して間もないシーウェルにバットをプレゼントしてチームに迎え入れたという。シーウェルはもらったバットに、ブラックベッツィという名前をつけ、その後現役を引退するまでの14年間同じバットを使い続けたのは有名な話である。 バーンズは1921年に84試合ながら361という高い打率を残したが翌年ボストンレッドソックスにトレードをされるレッドソックスに在籍していた1923年の9月14日のインディアンズとの試合でバーンズはメジャーリーグ史上初となる一類種による無補殺未栄札を完成させた打者フランクバウアーの打ったライナーをバーンズは補給し 一塁を離れていた走者ウォルトルツキーにタッチした後、そのまま二塁ベースへ駆け込んで、二塁していた二塁走者のリックス・ステフェンソンまでアウトにしてしまった。レッドソックスでもほぼ全試合に出場し、3割以上の打率を残していたバーンズだったが、1923年のオフに再びインディアンズに移籍することになった。この時のトレードの交換要因の一人は、 バーンズと同じく無ミエサツを完成させたビル、ワムズガンスであった。インディアンズに復帰して3年目となる1926年、バーンズは当時のシーズン記録となる64本の二塁打を含む114打点と打率、358の活躍を見せ、同年のリーグ最優秀選手に選ばれた。2年後の1928年には、ヤンキース、 翌1929年にはアスレチックスとワールドシリーズに出場したチームを渡り歩き、1929年にメジャーリーグから引退、その後パシフィックコーストリーグで5年間プレーした。1932年にはリーグの最多打点を挙げている。野球を離れた後はシアトルで1967年まで保安官代理の職に就いていた。1978年に ワシントン州で高い。ありがとうございます。